お疲れ様です。この巻物に歴史の改変が発生しようとしています。今度も歴史を修正する戦いのダメージエネルギーを回収するのが狙いかしらね。ミラたちが出てきたら俺が向かいます。まずあなたは歴史の改変の原因を探り、その解決に当たってください。なあ、そもそもあいつらはエネルギーを集めて何をするつもりなんじゃ？そこまで大量のエネルギーを使うことといえば、おそらく暗黒魔界の復活でしょうね。暗黒魔界か。トワやダーブラの故郷ですよね。詳しくは知りませんが。知らないのも無理ないわ。この宇宙の裏側、大きな隔たりの向こうにある別の…トワは大量のエネルギーで二つの世界の境界線を消してしまうつもりなんじゃないかしら。そんなことが起きたら一体どうなってしまうんでしょうか。宇宙の半分が悪の世界になってしまうんじゃ、想像もつかん地獄が待っとるじゃろうな。そんなことさせるわけにはいかない。絶対に阻止しないといけませんね。そう、人手がもっと欲しいな。俺のパートナーが帰ってきていれば。まだ帰ってきとらんの、心配じゃな。まあまあ、ミラたちを追っていればそのうち合流できるわよ。今回異変の起きた巻物には復活したフリーザとの戦いの歴史が収められているわ。フリーザですか？油断してはいかんぞ。油断はしませんが、一度倒した相手ですからね。俺も倒したことがありますし。バカモン、あやつを甘く見るでない。あんなやつ一撃で倒せるとか思ったのと痛い目を見ることになるぞ。あやつは生まれついての強者、今まで一度もトレーニングをしたことがないんじゃ。その気になって己を鍛えればどこまで強くなるのかわしにも想像がつかん。この歴史のフリーザは極限まで鍛えて大幅にパワーアップしているわ。はっきり言って以前のフリーザとは別次元よ。覚悟して当たってちょうだい。それほどまでに強いんですか？そういうことじゃ。頑張るんじゃぞ。戦っています、ね。
優しいですね。孫悟空はこの極悪人の私でさえ、どれだけしませんでしたからね。皆さん、なんて素晴らしい人格者なんでしょう。まったく、手もかけますね。あなたには少しだけ退屈しのぎに付き合ってもらいましょうか。私に逆らったらどうなるか、あなたも同じ一族なら覚悟してるでしょう。相手にも負けてないぞ。なんで本気を出してる。あいつは俺たちと違う次元の化け物だ。どうぞ全員でかかるか。今度こそ私はお断りだぞ。もう十分活躍してやっただろう。どうぞ、ソン君が瞬間移動するから、みんなを最大限にパワーを上げて。そうか、分かった。こんな大変なの、まあ、おお、呼んでいるようですね、あいつを。あなたに復讐する時がやってきました。この強さ、おめえやっぱ邪魔じゃねえな。知っていたか、この星のドラゴンボールは二つ願いを叶えられる。復活させてもらったぞ、このクーラモンが。
なんとあいつはフリーザーそっくりだ。さすがに驚いたいのですね。俺とただ復活したわけではない。新たな力を手にした。よみがえる我が一族の再び宇宙の頂点に立ってやったのか。そううまくいくと思うか。じゃあこいつの相手にしてやる。貴様はフリーザの決着をつけろ。お前もその姿に変身できるのか。相手にとって不足はない。だがいかに二人がかりといえども俺に書くことなど不可能。俺たちに不可能などあるものか。まだ終わってねえ。以前いただいたアイスクリームがベースですね。これはワシマヌエルのお帰りのもんじゃ。おぉ、これは果実か。美しくてうまいぞ。もしもし、聞こえます。キリッツのアイスクリーム。なんだい。大変なんです。キラのおまけ。終わりだフリーザー。お前たちがね。こっちです。早く。ふぅ、間一髪で。おや、地球がなくなって。フリーザの仕業です。あいつは宇宙空間でも生きられますから。なるほど、彼も考えましたね。そんなことはどうでもいいんだよ。シュークリームはどこにあるんだ。くれるって言うからはるばる来たんだぞ。ですから、それは私じゃなくてトワっていう女の仕業なんですってば。トワが時の巣からの通信を乗っ取ってビルス様たちをおびき出したようなんじゃ。時の海王神の声を機械か何かを使って真似したみたいじゃの。本来の歴史では地球が爆破された後、ウィスさんが時間を巻き戻して元に戻したんです。でもそのお二人がここにいるせいで時間の巻き戻しができなくて歴史が変わって。まんまとおびき出されましたね、ビルス様。許せないね、破壊神を騙すなんてさ。そのトワとかいう女はどうだ。こんなごなに破壊してやる。残念ながらどこにいるかまでは。あ、でも奴らの目的は歴史の改変ですから、それを修正すれば出てくるかも。多分ウィス。はいはい、分かってますよ。一旦元の歴史に戻りますよ。では時間を巻き戻しますよ。チャンスは一瞬だぞ。
宙が吹き飛ばされてるだったぞ。サンキュー、助かった。もう二度とそんなことをする余裕は与えんぞ。いいですよ、地球のバッタは帰ってきました。ここでまたクワの魔術を、クワの駆除を終わってしまう。悟空さんと父さんに加勢してください。この力がある。今度はサイヤ人の力がある。たやすいこと。そうですね。いや、宇宙の奇跡を始めましょうか。もううまくはいかねえと思うぞ。今度こそ貴様ら完全に消去してやるぜ。これも驚いた。かなり強引な方法ですが、さっきよりもう一回り強くなってます。これは今の悟空さんがベジータさんでも完璧に強すぎでしょう。まあ、そうだよね。ちょっと、助けてくれないの？勝負は勝負だ。別に助けてやる義理はない。僕の狙いはコアだしね。まあ、応援くらいはしてあげるよ。今度は死ぬかもね。ありがとな。ずいぶん。それで結局貴様は何者なんだ。ブルマの友達ってわけでもなさそうだが。まあまあ、誰でもいいじゃねえか。助けてもらったんだしさ。ふん。なんだかよ、おめえにゃこれまで何度も助けてもらってる気がすんだよな。おめえもなんか困ったことがあったら言ってくれ。オラも。お疲れ様でした。今回は本当に大変じゃったな。しかし、なんとかなってよかったわい。よかないよ。トアのやつ、現れなかったじゃないか。ああ、イライラする。このストレスをどこに持っていけばいいんだ。ちょっとここ破壊していっていい？やめてください！やっと、やっと
相変わらずとんでもないことを言うやつじゃの。そうですか、トキトキが卵を。それはおめでたいですね、ビルス様。さすがにトキトキの卵を壊すとなると、ストレス解消でしたら、またそこの海王神を封印するとかでよろしいじゃありませんか。あ、もうそんなことでよろしければ、どうぞどうぞ。こら、なんちゅうことを言うじゃ。それもダメに決まっとろうが。やれやれ、仕方ありませんね。そんなにストレス解消なさりたいんだったら、私が付き合って差し上げますよ。お、久しぶりに相手してくれるの？嬉しいね。あなたもどうです？せっかくですから一緒に鍛えてあげますよ。あ、本気でうちの子を次の破壊神候補にしようとしてるんじゃ。まあまあ、この後もハードな戦いが待っているんでしょ。強くなるチャンスをあげようとしているんですよ。ウィスが自分から戦うと言い出すなんて滅多にないことなんだ。では暴れても大丈夫な場所へ向かいますから、準備ができたら声をかけてくださいね。